今江監督、村林一番、小深田二番。三立ての時間だ。はい、終戦。負けたのか。マジカンシーズン終わりやん。ああ、ついに三立て食らいましたわ。接戦で負けるのきつい。マジでこっから連敗あるかもしれんな。村林の10万ポイントがなき。村林コブ機能して草。打線組み替え大成功してて草なんだ。相性って大事やな。お前ら今井に謝れよ。いや、試合前の成績見たら村コブ 1,2 番は文句出るの当たり前だろ。現場レベルで今井に見る目があったって話。村林のホームラン無駄にせんといて。村林は数字以上に価値あるヒットや打点が多い感じ。盗塁といい守備といいマルチヒットといい小深田が輝きまくってる。今日小深田のおかげでなんとかなってんじゃん。村林は昨日しっかり外野フライ打ててたからな。会えばこうなるのよ。フライはこういうのは日々の積み重ねだからね。アウトになるにしても外野まで飛ばせってことだ。藤井は後半戦から長打されるの増えた。ハム打線どこで行き着いていいかわかんねえ。うちの打線は行き継ぎ場所だらけなのに。まあ藤井はここまでができすぎだったからな。こういう日に限って先発が打たれるっていうね。